はい、あそこにいるのはチャーちゃんです今日は気温が高いんでねいつもあんなとこにいないのにね今日は気温が高いんであそこでまどろんでますね <laughs> 気がついた <laughs> 私の存在に気がついたかなでもね気がついても来ませんねお腹空いてないからチャーちゃん気持ちいいかそこ、うんチャーちゃんあ <laughs> お腹空いてないから来ないよお腹空いてるときはピューって来るんですけどね チャーちゃんの左側にあ,るのは水道、ね、あそこ鳥とかスズメが乗っかっちゃってものすごく踏んだらけにするんで落ちないんでああいう,うにあに昔の,あのマットをかぶせてますね。ちゃちゃん虫だもんなやってちゃちゃん気持ちいいねゆっくり見たちゃちゃんまあ眠いんだな。 やっぱり暴走シートの上好きですね。ちゃーちゃんあなたはここの主か。んちゃーちゃん。おお無しだもん無し。<laughs> 誰かさんと一緒だ。ちゃーちゃん。ちゃーちゃん。昼寝そこがいいのそこがちょうどいいのあったかくて。 ね、今日は本当に春みたいですねこのリンコこのリンコねえチャーちゃんリラックスしてますねここには野良犬もいないし敵もいないから鳥も逃げてっちゃうしね猫の姿見たらチャーちゃん気持ちいいね暑くもなく寒くもなく本当にもう春うらら春みたいです お馬ちゃん、あっちが春うららかねどうしたのチャーちゃんなんだその歩き方誰かいんのあれこっちに黒猫がいた黒猫ちゃんだからチャーちゃんあんな歩き方してんだ黒猫の方が強いのチャーちゃん チャーちゃうちゃうおいで。なんだあの歩き方。<laughs> 珍しいね、ちゃうちゃんがあんな風に歩くの初めて見たよ。ちゃうちゃん。黒猫の領地なのか、ここは。ちょっとバッグがね散らかってて恥ずかしいんだけど。おい。あなたは主なのか、ここの土地の。な、ちゃうちゃん。 なんだあ,の歩き方あんなに歩ったって走ったと同じだと思うんだけどね猫にしてみれば相手の猫にしてみればああいう風に歩った方がさ歩かれた方が気がつかないのかなゆっくりゆっくりチャーちゃんどこ行くんだよおいでほらうん人間に声かけられても来ないねあ行っちゃったなんだこれ チャーちゃんの歩き方。で、ちょっと離れると、おい、黒猫。おい。ここは私の領地だよ。あなたがボスなのかチャーちゃんが逃げるなんて、チャーちゃんがボスだと思ってたのに。おいで、ほら。おいで。おいで。あなたのが強いのか。ん 黒猫この黒猫だと思うんだよねパーって逃げちゃったのは飼い猫なんだか野良猫なんだか分かんないけどあったかくなったから猫にとってもいいですねはい終わり。